画面の右赤いグローブが大島、画面の左がタイからやってきたパーカシット、今日の試合が16戦目、さあどんな試合を見せるのか大島健信。今大島健信の再起戦、第1ラウンド試合が始まりました。右構えです。素早いジャブを打っていく大島です。赤いトランクスです。今日の試合のために新調しました赤いトランクスとボクシングシューズ。右のストレート、さあ一気に距離を詰めていく、左フック、右のストレート、さあこれはスウェーバックでパンチをかわしていくパーカシットです。プロ2戦目ではまさにこのプロの洗礼を浴びたというこの大島です。判定で敗れました。アマチュアでは40戦の経験もありますが、ヘッドギアのないプロの試合はやはり違った、そう振り返ります大島。9ヶ月ぶりの再起戦です大島です。アマチュア時代にはインターハイ出場、そして全国選抜でベスト8の経験を持っています。弘前工業高校からその後は自衛隊に入隊をしました。しかしプロへの夢を諦めきることができず、去年の1月に上京、プロデビュー、今日の試合が3戦目です。ジャブを打ってきたパーカシット、少し余裕の表情を見せ、右のストレート、左のジャブです。大島健信を指導するのは大和新トレーナーです。あの神の左を持つ山中慎介を指導しているトレーナー、右のストレート、山中さんのようなアイスピックのようなストレートを大和トレーナーから教えてもらっているんです、そのように笑顔で話しました大島です。さあその自慢の右ストレート、パーカシットの顔面を捉えることができるかどうか。左のストレート、右ボディ、少し効いたか、ボディ、ボディ、もう一度ボディ、右構えから今少しサウスポーにスイッチするような仕草も見せましたパーカシット。左フック、これはスウェーデン、よける右のストレート、ボディ、右のストレート、右のストレートです。10歳からムエタイのキャリアがあります、青いボクシングローブのパーカシット。右だ、これが大島の右ストレート、立てるか立てるか、9-10カウントアウト。9ヶ月ぶりの再起戦は大島健信、1ラウンドノックアウト勝利。まさにアイスピックのような右ストレート、パーカシットの顎を打ち抜きました。いやー、大島はまだ汗もかいていないような、そんな涼しい表情を見せています。今そのパーカシットに対してきちんとこの深々と頭を下げました。非常に礼儀の正しいボクサーでもあります。6ラウンド、レフェリー桂木明彦が10カウントを数え上げたタイムは、まさに一発ももらわず打たせず打つボクシングを見せました大島健信です。勝者赤コーナー大島健信。大島健信、再起戦は見事見事な1ラウンド KO 勝利です。今日は地元青森県の弘前からも多くの応援団がこの後楽園ホールに来ています。素晴らしい1ラウンドの KO 勝利、リプレイをご覧ください。ボディへ打つと見せかけて右のストレート、そしてこの返しの左、右からの左、コンビネーションでパーカシットをキャンバスに沈めました。タイのバンタム級2位のボクサーをなんと1ラウンドの KO 勝利、大島健信が見事プロ2勝目を手にしました。カメラ目線も完璧です。